僕は盆栽小学生聞いた。僕は頭が良くなくて、いつもバカにされる。お前また名前間違えて0点だったのかよ。ねえ、キータくんのおバカ。私の名前は浜井、バンカラ小学校の先生だ。こんなのは日常茶飯事。適当に怒って適当に済ませて早く帰ろう。はい、じゃあ動画を聞いた。おい、何して教えてやれ。この問題間違えてますよ。ガーシーは二乗できません。ああ、別に足し算だからどっちでもいいだろ。職務怠慢ですか。教育基本法第二条で幅広い知識と教養を身につけ真理を求める態度を養うとありますが、先生は真理を怠慢でねじ曲げるんですね。もういい、自習でもしとけ。やったー、遊ぶぞー。僕をバカにしてくる。あ、うんちもいつも漏らしちゃうし、もう最悪だよ。なんだ。私はうんちの悪魔だよ。え、悪魔の力を貸してやろう。悪魔の力？それがあればみんなはお前のことをバカにできないだろう。欲しい。正直なやつ、バカにされたらその力がお前を助けるだろう。うわっ。あれ、彼女にも振られて、こんな安月給で晩まで働かされて、教師なんて散々だよ、ちくしょう。俺にはりっちゃんしかいないよ。りっちゃん、りっちゃん好き、りっちゃん好き、りっちゃん好き。はい、漢字テストの結果です。また明日。ま、こんなの簡単だよな。ねえ、私も満点。俺もお前全部のクソって書いてるじゃん。ねえ、おっちょこちんすぎ。またバカにされた。ただいま。ちょっと聞いた、何なのよその格好。そうよ、それもビリビリで困っちゃうわ。バカにされた。グッ、なら自分で助けろ。お願いします。じゃあお前、残業代払ってくれんのか。残業代は出すんで。ちょろ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 、お願いします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 。はぁ、あ、仕方ねえな。